42号では、車体左側面にパーツを取り付け、さらに使用変更に伴って、砲塔内部、砲手席の付け替えをします。今回付属するパーツです。最初に左側面、装甲板に、パーツ C のサスペンションダンパー外側を取り付け、裏側からネジ FP で固定します。 次に41号で完成させた車体下部分前後にパーツ B のブラケット2個をそれぞれ HM ネジで固定します。 22号で完成させた車体上部の砲塔内部の放射席のパーツに仕様変更がありましたので砲塔部分を車体から外していきますまず車体上部のパーツを傷めないように気をつけて車体上部を裏返して砲塔を固定している4か所の留め具を外します留め具が外れたら 車体上部を持ち上げ、砲塔を外します。次に砲塔に取り付けた排気ダクトを、から薬莢回収箱から取り外します。砲塔裏側のベースプレートから、ネジを11箇所取り外し、ベースプレートと回転台を砲塔から取り外します。11箇所の取り外すネジは、組み立てガイドをよく確認してください。 ネジがすべて外れたらベースプレートと回転台を砲塔から外します次に裏側からネジを外し砲う手席を取り外します続けてパーツ10 O の支柱も取り外します。 今回付属した新しいパーツ E の放手石を切り欠きを合わせて回転台にセットして裏側から FP ネジで固定します次に今回付属したパーツ F の装てん手用の支柱に パーツ G の装填主席をセットして、CP ネジで固定します。組み上がったら外した台座の穴に基部を差し込みます。ゆるい場合は接着してください。 次に、社長席基部にパーツ D のクッションをはめ込みます。ここも、緩い場合は、裏側から接着剤をつけて固定します。これで、砲塔内部の作業は終了ですので、元に戻していきます。砲塔に回転台をはめ込みます。 このときコネクティングロッドの先端をロッド受けにはめ込みます次に取り外した排気ダクトをはめ込み11箇所のネジを止めていきます。 最後に車体上部を包塔にセットして取り外した留め具を4箇所取り付けます。 これで42号の作業は終了です